はい、こんにちは、グリードです。皆さん、コンバットマスターっていう FPS 覚えてますでしょうか？以前僕が、COD のパクリゲーとしてね、動画で紹介したゲームなんですが、PC とね、スマホで無料展開されてて、まあ、コールオブデューティーのあの、モダンオフェアをね、あの、UI とモーションをね、特に丸パクリしてるゲームなんですよね。まあ、今、待機画面なんですけど、この待機画面ももう丸パクリしてます。ね、この後、ウェポンね、武器とか、あとガンスミスもね、この辺の UI、このプラスマイナスの UI とかも、ああ、完全に丸パクリしてます。この辺のストアのデザインとかね、この辺も丸パクリしてますね。モダンオフェアの2019だね。前回マルチプレイヤーの方を紹介したんだけど、バトロワモードが来たらしいので、今日はそっちをやっていこうかなと思います。こちらですね。コンバットゾーン。もう結構、かすってるというか危ない匂いがすでに漂ってますが、ちょっとソロモードね、プレイしていきましょうか。今ソロしかないっぽいね。まあ、いくら無料といってもね、まあ、COD はもうスマホも PC もね、コンソールも無料版がね、ありますから、わざわざこんなパクリゲーの無料ゲーやらなくてもまあいいと思うんで、これいるのかな人。でもなんか右下のチャットはね、活発に動いてるんだよな。お、マッチングした。ポークロブス、ん？これベルダンスクのパクリ、ベルダンスクのマップパクってないか？はい、始まりました。今、待機ロビーかな。もう、これ大丈夫か？これ体力バーの UI、丸パクリじゃないか？ COD、ウォーゾン1の。これ大丈夫か？武器、右下の、右上の武器も、武器アイコンも、体力バーも、丸パクリじゃないか？ね、体力、白い体力バーの上に、3つのアーマープレートの、青いね、バーがあるっていう、完全に COD ウォーゾンと一緒ですね。そしてもう一応ボットじゃないのかな。あー、マップの UI がこれ、お、丸パクリじゃないかこれ。コンバットゾーン、ヘリコプターからのスタート。あ、なんかもうオープニングが一緒や、ウォーゾンと一緒や。飛行機がヘリになってるだけやこれね、このまあ、あ、64人もいるの？マジっすか？じゃあ、どこに降りようかな。交換モーションまで完全にウォーゾンと一緒ですけど。はい、パラシュート。すげえギリギリで開くな、パラシュート。なんだこれは。さあ、早速降りました。これ箱かな？ん？ ん？ いや、バン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 じゃなくて、陰結ぶんだけど。箱開けようとすると陰結ぶんだけど。え、これ開かないんだけど。あ、いや、なんやねん、パンチで開く。いや、パンチで開くんかい。なんやねん、それ。いや、ほら、E ってあるじゃん。何のための E ボタン、アクションボタンやねん。アクションボタンで開かずにパンチで開くぞ、これ。あ、AK だ。なんかね、武器の名称もさ、そのまま、実銃そのまま使ってんだけど、これ絶対許可取ってないよな。そして、思った。これ、購入ステーションが。おい、まんま大損じゃねえか、これ、おい。大丈夫かこれ。セルフリバイブでも買っとくか。あ、もうアイテム名まで一緒や。え、これ大丈夫かな。ちょっと待って。これ僕が消されないか。大丈夫かこれ。このゲーム、スライディングキャンセルができるんだけど、COD 本家よりも、無限にスライディングキャンセルができます。もう、一切のディレイなしでずっとスライディングキャンセルができるっていう、もう、気持ち悪すぎるキャラコンがね、できるんだけど。え、しかもこれ、登るとこないんだけど、あ、登れんのこれ。登れるんや。おー、なんだなんだなんだこれ。おい、登れる場所少なすぎないか？マップ構造が終わっとる。だって死ぬんだけど、園外で。死んだ。あ、待って。おい、ダウンした時の UI 一緒じゃねえか、これ。まあ、なんかね、最近パクリゲー云々でいろいろ騒がれてますけど、まあ、ゲームシステムをね、パクるというか、まあ、オマージュするのは仕方がないと思うんだけどね。まあ、ゲームってそういう風に進化していったから。ただ、デザインとか UI をね、そのまま使うのは僕はどうかと思うんですけど、これもあれですね。ウォーゾーンの収容所 1v1 じゃないか？ 1v1 勝ったら復活できるっていうやつね。まんま一緒ですね。え？ん？なんだ？でも、こんだけ狭いからな。本家と違ってもう、敵の姿がすぐ見えるわ。復活早え。あ、でも武器持ったままなんだ。いいね。え、死んだ！え、めちゃくちゃ敵いるな。うわー、あの距離から撃ってくんの？マジかよ。あ、普通
え、待って、射程がおかしい。SMG の射程がおかしい。これ、おかしくないか？初期 SMG だぞ、これ。なんか、反動という反動がない。ロングショットじゃないね。おいおい、え、とんでもないキル稼げるぞ、ここで。ただ、ちょっと弾がないから。は？なんかこれバグなのか、武器が2つ持てないんだが。で、落ちたやつを、E で拾う。デュアルじゃん。あ、ほら。あれ？ 1 個目が消えちゃう。OK、デュアルで。え、相打ち？マジかよ。でも、セルフリバイブがある。起きんの早や。起きんの早すぎやって。え、アーマー3つしか持てない？もしかして。アーマー3つしか持てないっぽいな。で、そう、コンバットマスターはデュアルでも ADS ができるんですよ。当たらん当たらん。いや、さすがに遠いか。これ、え、今これはさすがにボットなのか？これボットだよな。あ、ジャンプしてる。オッケー。あ、弾なくなっちゃったか。ああ、仕方。いいよ。もうデュアルが強い。で、アーマーがない。な、何？なんか撃たれてるのかどうかもわからない、正直。あ、ヘリがあるじゃん。これヘリ乗れんのか？カミングスーン。まだでした。で、なんか引っかかってる人がおるな。え、待って、パラシュート開きながら撃ってきてなかった今の人。敵だ、これ。OK。まだいるのか。おお、この辺プレイヤーっぽいな。なんか。あの、この中央、めちゃくちゃいいものがいっぱいあるってことか。カスタマイズ武器だね。LMG っぽいもの、AK に、ベクター、75発。これいいんじゃないか？多分 RPK っぽいやつだね。OK、一人やって。つえええ、待って、この銅像のエリアに、え、強武器があんなにあるってこと？それだったらみんなここ降りるやんな。あ、これ後ろから撃たれてんだ。弾はまだまだあるね。いる。なんか壁に向かって走ってる。あ、動きがいい。キャラコンボさ、キャラコンボさ。あ、でも一向に撃ってこない。あれプレイヤーだろうな。あ、危ない。よかったね、今の。あ、は、え、うわ、なんそれもう。もうマジどっから撃たれてんだよ、もう。なんか限定ルール、期間限定ルールがあったから、わ、わっつ、期間限定ルールやってみたんだけど、なんだこれ、どういうルールだ。マルチプレイヤーみたいな、フリーフォール、狭いマップで戦うみたいだけど、ま、体力システムはバトロワだし、最初素手だし、ドアは開かないし、敵は殴ってくるし、小規模バトルはってことですか？あ、熱いパンチ。なんか体力バーの上にハートマークがあるけど、あと1個しかないな。やべ。やべやべ。よし。10分の5、アライブってなってるから、確実に減ってはいるね。まあ、小規模バトラーみたいな感じかな、じゃあ。やっぱり。OK。弾か。これ多分バグか。いや、仕様じゃないと思うんだけど、弾が拾えないんだよね。さっきから思ったんだけど。あ、こんなところまで登れる。OK。あ、いた！ OK？ 今行って。ミニガン？ミニガン？どうして？連続キルしたからか？すげえ登れるじゃん。
すげえ。いや、あの距離は無理か。あ、いけた。ミニガン持ってもスライディングキャンセルはできるんだね。よし、これ円縮まるとか、時間制限もないから、ラストワンどこにいるかわかんないんだが。今50分やったけど、もういいかな。まあね、最近、ね、冒頭でも言いましたが、まあ、パクリゲーのこの度合い、ね、賛否、ね、いろいろ分かれてるとは思うんですけど、まあ、そのやっぱり、まあ、システムをオマージュするのはいいけど、UI とかマップとかデザインをそのまま、ね、ほぼほぼそのまま使うのはやっぱどうかなとは思いますよね。まあ、でも法的にやっぱ似てるっていうだけじゃ何もできないから、ちょっとまあ難しい問題ではありますよね。まあ、COD に関しては、まあ、本家が無料でコンソールもスマホもあるし、まあ、特に問題はないかなと思うんですが、まあ、またたまに変わった FPS とありましたら動画で紹介しようかなと思います。それではよかったら高評価ボタンぜひよろしくお願いします。お疲れ様でした。